男がリングの中心にはいます。岡田が行く、岡田が行く、新日本の王者としてのメインメーター、新日本の、新日本の岡田和親が新日本の王者を取る。さあ決めに行く、さあ決めに行く、これが王者の誇りが詰まったメインメーター。これがプロレス最高峰の戦いです。まだ終わらない、レインメーター、侵略者をなぎ倒したい。岡田和親、新日本を守りました。柴田勝頼は倒されてはいない。レインメーター、打ち抜いた、どうだ、ここから行く。そしてここから行く、バレにレインメーカー決まったでしょう。自身の技の全てを決めてみせた岡田和親。プロレスラーは超人です。最後まで諦めないのがプロレスラーです。岡田和親の死闘は60分戦い抜いての引き分け。興奮と熱狂のど真ん中、ロサンゼルスに突き刺すレインメーカー、世界への扉を打ち破った。岡田和親7度目の防衛。これはもうダメだ、もうダメか、もうダメか、レインメーカー、1月4日東京ドームにガルマがあるぞ。絶対に譲らない。うわ、雨が降ってる、来るぞ、来るぞ、無理だ。魂のレインメーカー、伝説とのレインメーカーだ。全部を飲み込んで岡田和親9度目の防衛。さあ、そしてレインメーカー、完璧なレインメーカーが真田を捉えた。10度目の防衛に岡田和親が成功しました。負けられない、守りたいベルト、これが歴史的一撃だ。左が一方勝った。どうだ、どうだ、決まった。棚橋宏の勝つ、11度目の防衛成功。あなたはもう棚橋さんじゃない、お前は棚橋じゃない。まだまだこの新日本プロレスにガルマがあるぞ。今年で10年連続の開催となるレスリングドンタクは史上初の2連戦。バレットクラブの内紛闘争、その行方を占う注目の一戦が福岡で。新日本プロレスのゴールデンカード、棚橋博バーサス岡田和親、歴史的一戦を見逃すな。 5.3、5.4 福岡国際センター 2days。